皆さんこんにちは。今回もですね、スプラックスプレイングサッカーのシャッフルモードですね。はい、世界中の選手をランダムに選抜して、たった一度きりのチームを作る、やるたびに完全に新しいチームができる、そういうね、とても面白いモードです。はい。必ず決める、ダイブドシルバがいますね。はい。フットワークとボールタッチに非常に優れている設定値になってますね。はい。マンチェスターシティですね。で、スアレス。やった。はい。メッシ、ネイマール、クリロナ、の次に続くぐらいのね、はい。まあ、あとガレスベルもいますけど、はい、非常にね、能力高い選手、センターフォワード、ウルグアイのね、選手ですね。はい、1試合2得点ぐらいする、そういうね、イメージがあるぐらいの、はい。で、イスコがいますね、はい、スペインのね、エースですね、エースというか、テクニシャンですね、はい。で、オランダのアンカーと、オーストラリアの選手もいますね。で、アルゼンチンの、センターバックですね。はい、デロシキ、イタリアのね、はい、アンカー強いですね。どうしようかな。はい。で、はい。イングランドの選手、ミッドフィールドですね。なるほど。はい。で、ダニールいますね。ブラジルの、サイドバック、マンチェスターシティですね。この人も。はい。元レアルマドリードですね。まあね、攻撃のテクニック、スピード非常にありますね。ただ、ディフェンスの時に守備の、ポジショニングが悪かったりとかね、そういうこと指摘されてました。はい。で、キーパーがスイスの人と。で、東口の方がいいな。はい。で、控え、ジラス、ウサミ、アサノと。なるほどね。あ、そうか、ダニード。いやー、これは、まあ、ウサミ入れといて。アサノ使いたい。ん?そうですね、ここ変えちゃうか。もう一枚いるか。イスコ。そうですね。ダニーロ、どうしよっかな。ダニーロは、まあ、サイドで使って、宇佐美入れて、シルバーも絶対いるよな。はい。こんぐらいでいきますかね。やっぱりね、イスコートダビドシルバーインサイドハーフで使いたいですね。ウィングだとスピードどっちもないんで、スペインの選手ですけどね。宇佐美を左で使うと。ジラスは入るかな?入んないか。どうしようかな、これ。いやー、真ん中がいなくなっちゃうな、そしたら。浅野、宇佐美、ダニーロ。ジラス。これね、どうしようかね。これやってみますか、ちょっとね。はい。宇佐美シャドウもあるな。宇佐美シャドウにしますか。浅野やっぱりスピードがね、ここまであるんで、ちょっと宇佐美シャドウで入れて、ダニーロ入れて、はい、で、センターバック、ワンバックにしますね。で、オランダと、ここもったいないですけどね、ちょっと脇で使って、アンカー2人置きます。で、イングランドの選手を真ん中に据えると。で、イスコとダビル・シルバがインサラーフ。このね、2人、はい、ポイントですね。ボールタッチでドリブル優れてるんで、ここでボール持った時に何かやってくれると思いますね。相手は日本と。はい。日本ね、硬いですね、守備が。はい。わー、ダメだ。柴崎来ちゃった。はい、ダビル・シルバがボール持ちましたね。これは、で、サイドを使うと。ちょっと操作ミスですね。はい、ボールダッシュしました。もう一回ね、ダニーロのサイドですが、遠藤航がね、やっぱり、硬いですね。日本は。はい、イスコですが、柴崎にカットされると。今みたいなね、かすめ取るような、ボールダッシュね、柴崎うまいですね、本当に。結構ボール持たれてんな。はい。シルバーから、真ん中に入れて、スアレスからイスコのシュートで入らずと。はい。イスコね、非常にテクニックありますけど、ゴールが絡む時のプレイがね、ちょっと、いまいちな部分ありますね。はい。スアレスがボール持ちました。もうスアレスでいけちゃうのかな。いけないですね。やっぱり日本も、ディフェンスね、最近は非常にいいんで、なかなかね、ワールドクラスの選手でも簡単には、破れなくなってますね。はい。ここに空いてますね。はい。ダニーロがボール持ちました。これね。サイドにスペースあるんで。はい、行けますね。はい、シュートですね。
いやー、もっとね、スアレスをちゃんと使いたいんだけど。はい、ミドルシュートですね。ちょっとね、攻撃が、スアレスの使い方が甘いですね、こっちは。はい、宇佐美か、あ、南野からボール取りましたね。で、スアレスがボール持ちますね。いやー、ダメだ。あれ？スアレスの使い方がわかんなくなってる。はい。で、ここスアレスなんで、シュートで1点と。スアレス、能力。はい、シュートを効く申し分なしと、動き出しもあると。で、ボールタッチ、ドリブル、キープ、優れてる。もう全部ありますね。スピード以外か。あと、パスですね。はい。ヘディングはないと。なるほど。はい、まあね、やっぱり、普通のセンターフォワードとして、使っていけば、文句なし。なおかつね、キックもあるんで、ミドルシュートもね、入るはずなんで、遠目から、ただ、あれがないと。これ、動き出し狙いで。あ、イスコ行っちゃった。やばい。あ、これやばい。堂安律。はい。はい、ボール奪いましたね。で、はい、スアレスから、宇佐美とで、浅野を使います。あ、早いですね。やった。はい、1点ですね。綺麗にね、スアレス、宇佐美、浅野と、三角形でね、パスで崩しましたね。はい、ここはやっぱりね、こっち中盤が手薄なんで。はい、スアレスがボール持ちましたね。で、ボールキープから、はい、宇佐美経由して、ダニーロですが、強硬な守備に合うと。はい、スアレスの強烈なミドルシュートですね。はい、これもミドルですが、キャッチングと。権田が意外といいのかな、じゃあ。いや、まずい。はい、ダニーロから、まあね、裏に出して、はい、1点ですね。こういうね、ボールなら、ガンガン決めてくれると思いますね。ドイツのね、ミュラーの上位交換みたいな、そういうね、ステータスですね。あ、そういう使い方がいいかもしれませんね。はい。浅野から、真ん中に、で、トラップしてシュートと。はい。フライボール上げるとね、スアレスは身長はそこまで高くないんで、グランダーでね、はい、足元に放り込むくらいの。あるいは裏ですね。はい。やばい。はい、スアレスポストからダニーロと。でね、宇佐美がいますね。これはもう、あ、宇佐美のシュートで1点と。右足で蹴りましたね、今、宇佐美。はい、浅野が行きます。はい、スアレス経由して、宇佐美と。はい、シュートですが、これはちょっと遠いですね。はい、宇佐美ね、悪くないですね、シャドウとして。ただシュートはね、まだあまり入らないですけど。はい、スアレスに落としてシュート。あ、落ちちゃった。はい、5-0ですね。ちょっとね、やっぱりスアレスの使い方前半甘くて、得点伸びなかったですね。宇佐美は、やっぱりね、シャドーストライカー前も使いましたが、シャドーとして使うとなんか結構いい仕事をしてくれますね。はい。ウィングで使うとね、ちょっと足元でもらいすぎる、足元で欲しがりすぎる嫌いがあるんですけど、まあ、あとね、ディフェンシブ時の、ポジショニングのね、悪さみたいなのありますけど、シャドーストライカーだとその辺の欠点うまく消えて、働きとしてね、十分になりますね。はい。宇佐美、シャドーが意外と、ベストに近いかもしれませんね。まあ、あと、スアレスの力が大きいと。で、左は誰だっけ？浅野か。で、右をね、ダニーロですか？はい。まあ、ダニーロ平均的な能力でね、やっぱりボールタッチが意外と、まあ、全部ね、ちょっと設定値がね、やっつけみたいな、全部76みたいな感じなんですけど、安定した力を発揮するっていう意味ではね、はい、一番いいかもしれませんね。スピードも82で、まあ、あまり速くないですけど、全体的に安定してるんで、ボール預けると意外とね、平均的なプレイしてくれて役立つと、そういうね、印象ですね。はい。ダニーロ意外と使いやすいです。で、インサイドハーフでイスコと、あ、そうか、ダビロシルバーですね。ここやっぱりね、ちょっと働きが悪かったですね。日本、遠藤航と柴崎っていうね、ダブルアンカーで、どっちも非常にね、ボール出し能力優れてるんで、特に遠藤は、体ぶつけるプレイもできますし、イスコ、ダビロシルバー、どっちもね、コンタクトプレイ苦手でスピードないんで、ちょっとそこのフィルターにね、引っかかってた部分がありますね。はい。インサイドハーフとして使うには、相手の日本のね、ポジションが、フォーメーションが、的確ではなかったと。
という感じですね。で、あとは、まあ、デロシとか言いましたね。はい。全体的にね、よく守れていたと思います。で、攻撃ですが、まあ、やっぱりイスコとね、ダブルシルバーですね。この二人がちょっと消えかかってたのが、うまくいかなかった一因かと思いますね。はい。日本は柴崎と遠藤の働きが非常にいいですね、やっぱり。この二人ね、まあ、これから日本代表コパアメリカとかいろいろありますが、まあ、ワールドカップとかですね、はい。要の選手になっていくと思いますね。まあ、あとは二人コンディション次第ですか。特にね、柴崎岳が、コンディション安定しない部分があって、遠藤航はね、まあ、Jリーグでコンスタントに出てるんで、働きは十分ですけど、柴崎のね、コンディションが気にかかるところですね、はい。というわけで。まあ、あとやっぱりね、吉田富安ですか。スアレスね。まあ、そこまで、まあ、苦手とする感じではないか。やっぱりね、スピードのある選手で吉田を狙うみたいな、そういうのがね、日本怖いところですけど、海外のね、体の強い選手は意外と、吉田富安得意ですね。はい。あまり気にしていないっていう感じですね。はい。というわけで、今回ね、サッカー日本代表相手に5対0ですか。あとに日本の、そうだ、攻撃ですね。大迫やっぱりボールキープできてましたね。ただその後のサイド誰だっけな。原口と堂安律ですか。はい。やっぱりね、堂安働き弱いですし、原口もね、ディフェンスは申し分なかったですけど、攻撃、ボール持った時のドリブルになると、そこまで、世界に通用するかしないかっていうね、難しい局面を迎えますね。はい。っていう感じですね。日本の課題ね、ちょっとありますね。そこで。はい。というわけで今回はサッカー日本代表相手に5対0ということで、また次回ね、シャッフルで、できれば新しいフォーメーションなんかやっていきたいと思います。それでは今回はこれで失礼します。